これ見たことある？ピンクのいなり寿司。まずは米を炊いて、これジャックダニエル。どうやってピンクにするかっていうのは後から説明するんだけど、このいなり寿司めっちゃ甘いの。すんごく甘い。なぜ甘いかというと、人をもてなす時に出すものだったから。青森県の津軽地方では昔砂糖は高価で貴重なものだった。そこでお祝い事や人の集まりの時は貴重な砂糖を大量に使って人をもてなしたそうです。ふ、やっと言えた。乾杯。ごちそうさま。米が炊けたので器に移します。お寿司の素を入れてよく混ぜ合わせます。ここで大量の砂糖を入れ、ピンクの素、紅生姜、汁ごと入れてください。よくかき混ぜたら完成です。あとは油揚げに包むだけです。市販で油揚げ売ってると思うんで、それ買ってきたら超楽です。パパちゃん特製ピンクのいなり寿司、かわいいでしょ。お弁当の彩りにも最適です。ちょっとしたおやつ感覚でも食べれます。みんなも作ってみてね。